先生、よろしくお願いします。はい、さて、現在増田先生がいらっしゃるハワイの、不動産が高騰しているというお話をお伺いしましたが、どういうことなんでしょう。先生、よろしくお願いいたします。そうです、いつもならですね、まあ、ハワイに住んでるんですけども、ハワイからヨーロッパとかですね、まあ、世界中公園がありまして飛び歩いてるんですが、ご存知の通りですね、このコロナで、海外旅行ができなくなったということでですね、非常に珍しく1年以上ハワイにいるんですけども、まあ、そのためにですね、このハワイの不動産とか経済とかですね、いうことがいろいろ目や耳に入ってきまして、このハワイの不動産はですね、この新型コロナが問題化したのが2020年去年の3月頃からなんですけども、その問題が起こってソーシャルディスタンシング、これが厳しくなってしばらくはですね、このもちろん観光もストップしたということで、観光立国のハワイとしてはですね、もう経済的大打撃を受けたわけで、当然不動産の方のこの売買もですね、ガタッと落ちたわけなんですけども、数字を見ますとね、それからあと3ヶ月か4ヶ月ぐらい経ってからだんだんと回復してきまして、もう今年に入ってからはですね、ちょっと過熱気味ではないかというようになってきてるんですね。まあ、なんでそんなにハワイの不動産が今活況かと言いますと、このリモートワークということで、まあ、メインランドですね、まあ、ニューヨークとかロサンゼルスとかシカゴとかメインランドというんですが、ハワイ以外の州のことをですね、まあ、ハワイではメインランドっていうんですが、メインランドからのですね、富裕層、まあ、お金持ちですね、がどんどんとこのハワイにやってきてですね、不動産を買い始めたんですね。っていうのは、このリモートワークのために別にニューヨークにいなくても仕事ができるという、まあそういうソフト関係の仕事はいくらでもあるわけですから、特にそのニューヨークあるいはワシントン DC、 そういうところにいなくてもいいと、ということになると、ハワイは健康にもいいですし、コロナの感染も他の州に比べると少ないですし、まあ、なんといってもこの気候がいいっていうのが一番大事だというんでですね、富裕層がどんどんやってくると。で、前はですね、ご存知の通りハワイの高級コンドミニアムっていうのが非常によく売れたんですね。まあ、このコロナの問題が起きる前の話ですが、高級であればあるほど早く売れるというですね、まあ、30階とか50階、60、まあ、60っていうのはあまり聞きませんが、30数階のですね、まあ40階ぐらいの高層のコンドミニアムですと、ペントハウスといって一番てっぺんなんですけども、そこから先に売れていくっていうんですね。まあいろいろありますけども、ちょっと高いところになると10ミリオンとか20ミリオンとか、まあ日本のお金で10億とか20億とか、いうのがあるんですけども、そっちの方から先に売れていくという具合で、まあ、高級コンドミニアムっていうのが、まあ、よく売れたわけなんですね。ところがですね、今大違いでして、このこちらの協会、不動産の協会の方で調べた数字によりますと、マンションだから、その日本ではマンション、こちらではコンドというんですが、コンドの方の売り上げはですね、 20% ぐらいしか伸びてないんですね。ところが戸建てですね、一軒家ですね、これはもう 35% 伸びているという数字が出てまして、戸建ての方のですね、こちらでは中間値っていう、数字を使うんですが、中間値っていうのは平均ではないんですよ。一番高く売れた物件と安い物件とを足して割ったということで、だから中間値っていうんですけども、これがなんとですね、88万ドルなんですよ。日本のお金にして9000万プラスですかね。これがこの88万ドルになるっていうのは、私も知ってる限り今までないですね。
ということは中間値が高くなるということは高いものが売れてるということなんですよ。まあそういうことでですね、戸建てのまあ風光明媚で、作りがしっかりしてて、まあ一番大事なのは環境なんですけども、そういう環境のいいところの住宅っていうのが高いんですけども、まあ私の知ってるところでも、まあ河原というところはまあ昔から一流のところと、まあ今日本で田園調布はどうだか分かりませんが、昔は田園調布というと非常に高級なところということになってたんですが、まあ河原はまあそんなもんですね。それからまあハワイ海でポートロックというところがあるんですが、これはもうまあいわばちょっと半島のペニンシュラっていうんですかね、半島みたいになったところの上の方に高級住宅がたくさんあるわけですね。まあ、この2つがまあハワイでは一番最高級の場所というふうになってるわけなんですが、そこら辺をですね、この前ちょっと人に連れられて見て回ったんですけども、いやー驚きましたね。この前まで2ミリオンから 2.5 ミリオンぐらいだったっていうのはもう全部4ミリオンプラスですからね、倍ですよ倍で。しかもですね、前はそんな4ミリオンとか5ミリオンの物件が売りに出てもですね、市場に出て2ヶ月も3ヶ月も経って売れないっていうのがまあ今までだったんですが、最近経ってもう本当この2、3日前の話ですけども、すごいいいのが出たよっていう話聞きまして、見に行こうかっていうんで、別に買うつもりはないんですが、高額のためだっていうんで見に行ったんですけども、いやーこれが10億ですかっていうようなですね、それほど広くはないんですけども、まあ確か景色はいいんですけど、家の作りも良かったですけども、調べてみると前は4ミリオンで売り出たそのレコードがあるんですね。まあ去年か一昨年ぐらい4ミリオン、今10ミリオン倍以上ですよ、ね、で売れんのかいなと思っていましたら2日で売れましたね。2日ですよ、マーケットに出して2日ですよ。もう別にこれ驚くほどの話じゃなくて、最近高級で質が高くて、環境が良くて安全で、という三拍子揃っている物件、高級物件ですけど、高級な物件が出るとですね、市場に出るとあっという間に売れますね。で誰が買ってんだと思って、昔はこんな高いのを買うのは日本人しかいなかったんですけどバブルの頃の話ですが、今はそうではなくてですね、メインランドのドットコム関係者いろいろ IT 関係とかですね、そういう方の若い、まあ30代ぐらいですかね、そういう方がちっちゃいお子さんを連れて奥さんと手を取ってですね来て、で見るや否や、どこにサインしたらいいんですかっていう、こういう話ですからね。もうなんか今これコロナで景気が悪いんじゃないんですかねなんて、もうちょっとピンとこないような状況なんですよ。で今言ったようにハワイはそういうわけで、メインランドからですね、もうリモートワークで、もうハワイで仕事も住まいもやろうというお金持ちさんがですねどっと来て、それでコンドミニアムがなんで、売れ行きがさほど良くないかというと、あれはやっぱりコンドミニアムっていうのはロビーでみんな一緒になりますしね、集合住宅なんですよ。コンドミニアムっていうのは集合住宅ですから、で集合っていうのはなんか抵抗があるんですね、このコロナの関係で。戸建てはプライバシーで自分だけのもんですからね、ですからもう入り口からもう戸建てと、もうお金持ちの人はですね、もう不動ハワイの不動産買おうと言った時、はいハワイの不動産買います、に戸建てですか今度ですから、はい戸建て、値段は無制限と、こう来るわけですよ、ね、だから今すごいですよハワイは。もうどう説明していいかわからないぐらいですね、ものすごい勢いで売れてるというんですね。これもやっぱりコロナの影響かなということは言えると思いますね。まあ、長々と話しましたが、本当に夢のハワイが不動産の価格においても夢のハワイになったというお話であります。はい、松田先生もありがとうございました。はい。
この番組では増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の高手で勝つ日本復興のためにでした。